どうも、タクノミバタケオです。今日もよろしくお願いします。今日はブレンディットスコッチブラックボトル。ブラックボトルはブレンディットスコッチなんですけど、まあボトルにもね、こう表記があるんですけど、1879年から作られているブレンディットスコッチです。ただね、まあ昔の記録はあんまりちょっとないんですけど、今の状態になったのは2013年。アイラの蒸留所のブレンディットスコッチとして、まず売り出されたんですけど、今はね、だいぶこう、形態が変わって、アイラ以外の原酒が結構キーモルトになってたりしてるみたいです。もともとのキーモルトはブナンハーブなんですけどね。今はね、どうもトマモリーとかが主力みたいですね。で、まあ、トマモリーといえば、レダイグもありますから、まあ、ピート、ノンピート、両方持ってるということで、ブラックボトルの通常版はね、2000円台半ばで買えます。はい。で、10年があるんですけど、まあ、そこにあるんですが、10年、これ4000円以上しますね、今。で、その後にね、ダブルウォークだったかな、ダブルカスクだったかな。それと、この、スモーク&ダガーっていうのが出る。あ、違う。あ、アイランドスモークっていうのが出まして。そしてその後に、このスモーク&ダガーと、そこにある、なんだっけ、アンダーンオークというのが出てます。そしてね、新発売で、ラムダルフィニッシュのキャプテンズカスクだったかな。っていうのも出てて、キャプテンズカスクはね、ラムダルのやつは4000円ぐらいなんですけど、この辺は3500円ぐらいで、だいたい手に入ると思います。一応ね、今手に入る一番安い分もね、リンクは下に貼っておきます。で、その中でも、もともとね、ブラックボトルといえば、アイラ、スモーキーっていうのが、もともとの売りだったんですけど、今のね、レギュラー品と、10年は結構優しい味で、ライトリピーテッドですね、になってます。その中でわざと、やっぱりスモークを表に打ち出した、アイランドスモーク。スモーカンドだが、この2つはね、今日はね、ちょっと飲み比べをね、してみたいなと思って持ってきました。やっぱりね、もともとスモーキーなのを売りにして始まったこのブラックボトルなんでね、原点に返るというか、あ、それでですね、まあ、ブレンディッドウイスキーなんですけど、レギュラー品と10年は40度。で、他のはこれ 46.3 度というアルコール度数の違いはあります。で、僕もね、これ飲み比べたことはないんですよ。同じスモーキーさでも何かやっぱ違うのかっていうところですよね。わざわざこのアイランドスモークの後に、このスモーカーのダガーっていうのね、出してますから、色合いはアイランドスモークの方が濃い、明らかに濃いです。春構成なんかはね、しっかりちょっと明記されてる資料はないんでわからないんですけど、色合いはちょっとスモーカーのダガーの方が薄めで、こちらのアイランドスモークがしっかり色が出てますね。香りをアイランドスモークの方が、これね、僕の勝手な予感ですけど、香りを嗅いだ時点でアイランドスモークはスモークがアイラっぽいです。でもスモーク&ダガーは、少し乾いたピート感というか、そんな感じです。いただきます。スモーク
結構間っぽいな。まあでもですね、鳥羽森も一部確か製箔業者は間のとこ使ってたと思うんで、うん、同じような味になるかもしれないですけどね。ではスモーカーの味わいが違います。スモーク&ダガーの方がまろやかなピート感です。でこちらのアイランドスモークは結構本当にがっつりピート感ですね。でピートの感じがやっぱりこっちのアイランドスモークの方が間っぽいなと僕は思うんですけどね。私はもう本当にピート大好き人間なら間違いなく好きになる味です。しかもこうアイラ系のピートね。でもこっちのねスモーク&ダガーは比べるとマイルドです。優しいピート感、そしてやっぱ少し乾いたピートっていうのを感じますね。氷を入れてみましょうかね。はい、氷を入れてみました。アイランドスモークから香りはさすがに閉じますね。あ、ブレンディッドですけどそんなにやっぱりピート効いてるんでグレーン感は感じにくいですね。飲みやすくはしてあるんでしょうけど、うん、アイランドスモークは冷えてもこのがっつりピート感ですね。あー個人的には大好きですけどこの感じはちょっとやっぱ好き嫌いがかなり分かれそうな、がっつりピートです、アイランドスモークは。スモーク&タガー、あ、こっちの方がまだね、あ、スモーク&タガーはやっぱりマイルドですね。あ、ブレンディッドのピートが効いたやつっていう感じがします。どうですかね。でもピート好きの人にとってミディアム、あんまり飲み慣れない人にとっては結構これでもヘビリーかなというぐらいのピート感は十分ありますね。スモーク&タガーの、ただがっつりピートはアイラのスモークです。ともにね、700ミリで3500円ぐらいなんで、ブレンディッドのピートが効いたものとしては美味しいですね。で一番安いレギュラーのブラックボトルは今ね楽天多分ね最安値だと2000円台前半もあるんですよ。だから割とね意外とこれお買い得なボトルかもしれないですね。はい、ではあと氷と炭酸でハイボールします。はい、ということでハイボールしました。ブラックボトルですね、こちらアイランドスモークからいただきます。ガッツリピートハイボールですけど、さすがにハイボールまでなるとなんていうかな、少しやっぱりボディが弱まったっていうか、やっぱノンゲージですね。ロックは美味しいんで、ピートがっつりのロックで飲むのが美味しいかな。ハイボールだと少しやっぱりこう濃いめに作らないとこのスモーキー感がねしっかり味わえないかなと今思いました。ではスモーク&ダガー、こっちは
ハイボールはこちらの方が飲みやすいです。美味しいです。ブレンディットのピートが効いたいいハイボールだなっていう感じですね。ということで今日はこのね、意外と隠れたコスパのいい美味しいブレンディットスコッチです。ブラックボトルのピートが効いた2本。もともとブラックボトルはピートの効いてる、ピートが効いてるっていうのが売りだったんですけど、今はね、もうライトリピーテッドです。通常部分はその中で、今売り出されてる中でピートががっつり効いてる2本、アイランドスモークとスモーク&ダガー、この2つを飲んでみました。アイランドスモークの方がピートががっつり効いてます。しかもね、結構アイラっぽい感じのピートです。で、ハイボールにするとやっぱりね、脂質の関係でしょうね。ちょっとハイボールまでいくと濃いめに作らないとピート感がね、せっかくのがっつりピートが味わえないっていうか、っていう僕の印象です。ロックは美味しいですね、はい。で、ブレンディッドスコッチとしての出来は、僕は正直こっちのスモーク&ダガー、こっち美味しいですね。割としっかりピートが効いてて、でもね、飲みやすさもあり、まあどうだろうな、ちょっと系統は違うんですけど、ジョニー・ウォーカーのダブルブラックみたいな、しっかりピートが効いてるスコッチブレンディングっていう感じがしたのはこっちです。スモーカーだから、まあ共にね、3000円台半ばで買えるんで、意外とこれはいいボトルかもしれないなと思いました。意外とって言ったらあれですけどね、ブラックボトルはまあ美味しいですよ。通常分も含めて。今度ね、ラムダードのやつも出ましたんで、それもね、そのうちこう、レビューしてみたいなと思ってます。はい、ということで、タクノイバー竹を、ウイスキーがメインの蒸留酒プラスビールを飲んで、僕が酔っ払っていろいろ喋るチャンネルです。ウイスキー好き、お酒好きの方、ぜひチャンネル登録していただいて、一緒にウイスキーライフ、お酒ライフ楽しみましょう。はい、では今日のタクノイバーはこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあねー、バイバーイ。